鈴音、ここまで追ってくるとはな。もう兄さんの知っている頃のダメな私とは違います。追いつくために来ました。堀北と誰だ兄さん。追いつくか。お前は今もまだ自分の欠点に気づいていない。この学校を選んだのは失敗だったな。すぐに A クラスに上がってみせます。そうしたら。無理だ。絶対にたどり着きます。聞き分けのない妹だ。生徒会長D クラスに振り分けられた妹、恥をかくのはこの私だ。今すぐこの学園を去れ。兄さん、私は。お前には上を目指す力も資格もない。それを知れ。綾野浩二君。あんた、今本気で打ち込もうとしてたろ。彼女を離せ。やめて、綾野浩二君。うん。そういう声は初めて聞いたな。ぶね。いい動きだな。何か習っていたのか。ピアノと書道なら。ああ、そういえば今年の入学試験、全科目で50点を取ったという新入生がいたな。加えて先日の小テストの点数も50。100点満点中の50。狙って揃えたな。偶然って怖いっすね。なかなかユニークな男だな。鈴音、お前に友達がいたとは正直驚いた。彼は友達なんかじゃありません。ただのクラスメートです。相変わらず孤高と孤独の意味を履き違えているようだな。鈴音、上のクラスに上がりたければ死に物狂いであがけ。